お疲れでした。久しぶりにお疲れ様でした。珍しくちょっと池田と2人でやめた池田の話でもしましょうかね。まあ戻りすぎじゃないですか、ね、みんな興味ないですでも池田のことってなんかあんまりまだ発信してないよ。池田ファン結構おるとよ。池田の話が聞きたいと。俺とか純平の話はなお腹いっぱいやとそろそろ池田の話が聞きたいっていうのはな、はい、結構来ててさ、多分一番長いけんね。池田が2013年入社やから11年か、はい、1回やめとうけんね。あれ入社してどのぐらいで辞めたっけ。2年も経ってないぐらいなんですかね。2015年ぐらいじゃないかな。だか1年半ぐらい追って池田が抜けてここでその話なんです。そうそうそうちょうど今日、うん、LINE のアルバムを見返してたんです、はい、めっちゃ懐かしいお二人がいらっしゃいました。どの写真やろ。どういうこと。地元でりょうさんが尖ってたっていう時代とか性格悪かった時代。全然感覚ちゃいますけどね、今とは。覚えてますか、説明会のオープニングムービー。余裕で覚えてる。結構使ってましたもんね。 あれ西崎さんが気に入ってくれてたから結構。 あの動画で新規営業めっちゃやりやすかったやんか。会社のコンセプトがすごい伝わる動画やなっていうね。あの2014年から使って少なくとも5年は使っとうもんね。トゥモローゲートがプロモーションというかトゥモローゲートを紹介するっていうものが何もなかった時代だと思うので、実績も何もなかったですけどね。初めてトゥモローゲートってこんな会社みたいなのをなんとなく表現した。顧客実績がなかったんで、もう自分たちのを作ってそれを実績として出すしかなかったんやんか。トゥモローゲートの三大発明って言われてんねんけどさ、池田が作ってくれた動画 iPad の営業資料、あの野球のやつ、これは顧客実績でね、初めて尖った企画を世の中に出してんやんか。あ、西崎さんにそれなんか知っててもらってるのはちょっと嬉しいですね。当時僕と盛岡でその辺やってたんですけど、初めてないものを作り出すっていうのをやったことやって、今までは採用サイトとかでも他のツールでもさっきあるものをどう駆使しようっていうのでやってたけど、すごい野球とかが好きなお客さんだったんで、球団作ってみませんかっていう架空のね、打順とか守備とか含めてこの人ってここだよねっていうのを動画にしたんかな。動画社長が監督っていう位置づけで入団会見みたいなのをやって、プラスそれを実際に野球場で撮影してやんか。当時のうちからしたらスケールが結構でかかったよ。だからこそ顧客にそれをプレゼンした時に、お前らこんなおもろいことやってるんかっていうので新規開拓がめちゃくちゃできてんやんか。で本当にね、あれが始まりなんですよ。ここがきっかけで、あ、こんなんもやれるんやとかやし、こんなんが通るんやって初めて思えた企画でしたね。でもあの後やるやめたのは池田がそこやって、そう説得力そうそうそう、だからちょっと可能性を感じてるわけやんか。でも一回抜け取っちゃうね池田は。そうですね、1年半ぐらいで。当時何歳池田が。33しか。そうですね、うん、でもその時辞めるって言われた時はショックなかったというか、そこまで深い関係じゃなかったんで池田と。距離感はありましたもんね。で池田が望んでることも理解できたんで、当時実績もない、じゃあキャリアがある社員もいない、レベルの高い仕事ができるわけでもないっていう状況だった中で、当時は池田はクリエイターだったからさ、完全にクリエイターとして上目指したいっていう気持ちはめちゃくちゃ分かったんで、そこに対してなんかあんまりショック感はなかった。今やけ話すけどさ、俺戻ってくると思ってなかったけどね。僕もまあでも辞めるときは戻るとは思ってはなかったので、大事なものはなくなって気づくっていうのまあよくはあるじゃないですか。そうですね、別れてから気づくやつよね。そうなんですよね、その感じがなんとなくあったんすよね。でそれはさ、いつのタイミングでそれを感じたん。辞めてその会社に入るやんか。当時で言ったらさ、その会社はさ、うちよりも実績もあります、仕事のレベルも高いです、規模も大きい、売上利益もある、うちにないものは全部揃ってるわけやんですね。どこのタイミングでそれを感じたかなって思って。お金とか会社としての基盤とかはもちろん全部あったんですよ。僕はそこの社長がすごく好きで、それをよく言ってたんですけど、ね、チェキさんからするとちょっと逆説にも感じるかなと思って俺よりそっちの方が好きなんやみたいな。当時はそんなこと言ってたけど、今となればちょっとはその言い方もどうやろうなとかって思うんですけど。でもどっちか、それは俺にっていうよりは会社にっていうのが強かったね。あ、本当ですか。お前らの会社よりもこっちの会社がいいよってめっちゃ言われてる感覚があったんで、個人というよりは会社として負けてるってことが一番悔しかったね。池田からよう話を聞いてたわけよ。すごい組織として出来上がってるとっていうのを聞くたびにめっちゃ悔しいなって気持ちだったね。社長がすごくパワーが強いっていう会社で、入社した時にある程度クリエイティブとしてのポジションを与えた状態で入社した。でもまあトゥモローゲートあんまり変わんないポジションにいたんですけど、その頃はもっと自分が勉強したいことが他にあって、その時マーケティングとかもうちょっと勉強したいなと思って入ったんですけど、結局まあそこに入ることで自分が決めていかなあかんっていうこと、一緒なんかと思って、年齢もあってしょうがないかなと思ったんですけど、その会社になくてトゥモローゲートにあったものはぬくもりみたいなものをやったんですよね。なんか人と人との距離感みたいな部分があるようでなかった会社で、別に悪い会社とは全然思ってなかったんですけど、僕が合わなかった
ていうだけで、いくら自分がやりたいことがあったとしてもそこがなければ僕は続けていけないってなったので、その時に思い出すわけですよ、トゥモローゲートの感じとか、自分が部署を作っていかないといけないとか、自分次第で会社をどうにかなるっていうポジションは変わんないわけだったら、どっちに行ってもやれることは一緒やなって思った時に、やったら人と人との距離感もしっかりあって自分がやりたいことができるっていうトゥモローゲートの方がいいのかなって思った。俺が聞いてたのはちょっと池田さんがしんどそうですって話を聞いて、あれは転職して半年ぐらいだったっけ？半年ぐらいですね。僕ほんまに人生で初めて精神的にちょっと弱くなった時だったんですよね。その時に子供も生まれたり、いろいろ考えた時にちょっとこのままずっと折れんなっていう感じになって、それぐらい冷静に考える時やってよかったんですけど、もうあんまりそこも冷静に考えれないぐらい落ちたんで、その時にトゥモローゲートが出てきて、とにかく誰かに喋って落ち着けばいいなもそうですし、声かけてくれへんかなっていう、その時は思ってたわけ、ね、思ってました。 もちろんです。当時の池田の性格も何たらか分かってたからさ、辞めて戻ってくるってイメージがなかったわけよ。でもなんかそれすらも超越したなんかがあったんかなっていうのをね、ちょっと感じる部分と、で2015年辞めて2016年が17年ぐらいに池田が戻ってきてくれてんけど、でもそっから全然やっぱ関係性が変わったんで、社員って感覚じゃなかったもんね。ああ戻ってきたら退職と転職っていう概念ってなくなったんですか？戻るとまたリフレッシュしてやる気出る。それ以上に多分西崎さんから役員にならないかっていう声を聞いた時に、その時は全然わからなかったけど、いろいろ自分で調べてみて、こういうことなんやっていうのと、西崎さん自身が会社のことを話すようになってくれたことで、ゆったりゆったり会社に近づくようになってきた。最初西崎さんから役員にならんかって聞いた時によく分かってなかったやろ、はい、よく分かってなかったし、ちょっと違うだけって言われたから、あ全然いいっすよって、なんかジュース買ってきますよぐらいの感じでそんな感じやったね最初はね。後々開いてみるとなかなか重たいやつやなと思って、けど別にそれが嫌じゃなかったので、そこから西崎さんのコミュニケーションスタイルが変わったし、それを相談してくれるんやったらこっちもちゃんと答えないといけないってなってくるので、それでなんとなく変わっていったんかな。結局上がコミュニケーションのやり関係を変えないと変わんないんだろうなっていうのはなんか実体験で感じたかな。池田から変えて俺が変わることはないと思うのか。さっき今池田が言ってたようにさ、結構今までやったら言わん話を結構するようにしてん。それは仕事の話もそうやし、仕事以外の話も含めて弱みを見せてくれる。弱みを見せるは勇気ですか、信頼。改めて戻ってきてくれた上で、うちにないピースやったけんさ、俺はまあ営業はちゃんとできますよと、ただやっぱクリエイティブな発想とか企画力とかっていうのはやっぱない中で、ここはもう絶対いるなっていうのを戻ってきて1年ちょっとぐらいで役員ならへんかって話したんちゃうかな。順平と同じタイミングだったっけ？一緒にですね、はい、で、まあ、1年ぐらい一緒に仕事していく中で2人はずっと追ってもらうの困るなって思ったんで役員の話をした。経営において、まあ、役員として迎えるって結構覚悟がいるじゃないですか。クリエイティブの力が他にも別にある人間がおる中で、僕をそういう風に迎えようって思ってくれた理由は何なんですか？一番は人よね、本当人間性、技術云々じゃないね、人としての信頼できる度合い。これなかなかね言葉にするの難しいっちゃけどね。だってさ説明できんくない？俺がなんでさ池田をこんだけ信頼してるのかとかさ、逆に俺も感じんね、池田がめっちゃ信頼してくれてんなって感じる。でもそれってなんでなんて言われたらめちゃくちゃ説明しにくいなっていう。僕は西崎さんがめちゃくちゃ信頼してくれるから、それを返さないと思うっていうので信頼がやっぱり出るんですよ。業務的な部分でもらってたんじゃん。俺が順平は転職してくれた、池田は戻ってきてくれた、一緒に仕事していく中で、まあ、いろんな部分でその仕事面精神面含めて助けてもらった感があったんで、俺的にはね1回目の働いてる時に2人で飲み行くことはなかった。記憶にはないですね。逆にめっちゃ少人数なわけじゃないですか、うん、飲みに行こうみたいなコミュニケーション生まれないもんなんですか？あ、だからみんなでは結構行ってたよ。そう、今はトゥモローゲートなんか1対1がもう8割やんか、はい、昔は1対1とかほぼなかったんちゃうかな。でもそれが戻ってきてからがその個別の関係はあったなっていうのね。さきさんがりょうさんにインタビューしてもらう、うん、あ、そうやね、やろうやろうやろう。第2章取りたい。今日はそれの入りということで、そう、衣装制作部のベールもねさらけ出していきたいなっていう中で、池田のこともちょっと発信をしていきたいし、やれとくなんかわからないですけど、マジで池田ファン多いってちょっと嫉妬するぐらいに、しかも濃いファンやね。マネジメント観点でこんな上司が欲しいっていうコメント多いんで、うん、どこからそれが培われたのかを聞かせていただいて。人間性ですね。今日は池田がうちに就職して辞めて戻ってきた辺なんで、次はまあ戻ってきてから会社がどう変わってきたのかとか、それに対して池田がどう思ってたかみたいなところを含めて。あれが興味あるんですか？大事ですよ、むちゃくちゃ。
また出していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。